ショータイムのロッカールームへようこそ。ということで今日は土底編 YouTuber ショータイムゴルフの使っている機材をご紹介したいと思います。まあ土底編なんでね、あんまりいい機材は、期待しないでおいてください。まず最初に MacBook Air です。13インチの MacBook Air です。年末まではこの13インチという小さな画面で、約130本のビデオを作り上げました。これはもう処理もねあんまり早くないので、もう本当に疲れますね。これは画面も小さいしめちゃくちゃ疲れました。まあこれは大学の時から使っているもので、まあよしこんな感じで編集しておりました。次はカメラ紹介しましょう。カメラはパナソニックなんですね。 HCW585M とかいうやつです。フルハイビジョンのカメラです。まだね、ショータイムお金ないので 4K は変えておりません。まあでも全然使えるんで、まだ 4K は必要ないかなと思っております。で次にこれですね、 GoPro Hero 5ですね。2世代前のモデルです。まあそうですね、まだショータイムお金ないのでまだ Hero 7は変えておりませんということで、はい。次はこちら、じゃじゃじゃーん、アディマックの27インチ。いやーまあさすがにね、13インチだと目疲れるし多分目悪くなりそうなんで、編集もしづらいしっていうことで思い切ってね買ってしまいました。これにしてからめちゃくちゃ処理とか早くて画面も大きくて本当に楽になりましたね。はい、っていうことで、まあ大体この4つぐらいしかないのでね、はい、まああとは 4K とか GoPro の Hero 7とか欲しいので、はい、もっと買えるように皆様ご視聴お願いいたします。ではありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。